予定してた天皇杯の予選がまあ前回全なくなって、まあ、2週間間空きました、コンディションの方はいかがでしょうか。まあまあ、体少し休める期間もありましたし、まあ、まあまあチームとしてあの よりよくなる時間だったのかなと思います。まあ、ここまでチームは5試合やってまだ負けなしと、はい、3連勝の、好調です。今の状況というのはどのように感じてますか。まあそうですね、まあ、みんな、いい方向に向けてるかなと思います。まあ、失点が非常に今年は少ないかなというところがあるんですけども、はい、まあ、いわゆるディフェンスラインとの連携、はい、ゴールキーパー後ろから見て、はい、その前のフィールドプレイヤーの対してのまあコミュニケーションというのはどのように感じてますか。まあ、取れてるので、まあ、積極的にコミュニケーションを取ってくれる選手がいるので、うん、まあまあまあ、リーダーシップ取ってやってくれてるから助かってます非常に、はい。今週末は、いわきとの試合になります、はい、いわきの印象を教えてください。まあ、全員がハードワークして、まあ、まあフィジカルがあるチームかなと、最後までしっかり走り切るような強いイメージがありますね、はい。前回の鈴鹿戦に引き続き、はい、まあ、上位との対戦になります、はい、そのあたりで、意識するところ、気にかけるところってのはありますか。楽しみます、まあ、今年は、お客さんを入れての、まあ、ホームゲーム開催してます、まあ、非常に熱い応援が、続いてますけども、そのサポーターに向けてメッセージをいただけますか。いつも応援ありがとうございます。まあ、僕たちが苦しい時間帯とか非常にその、まあ、声援はないですけど手拍子などで、まあ、背中を押していただいているので非常に助かっております。まあ、年間通して、まあ、コロナの影響もありどうなるか分かりませんが、残り27試合と天皇杯、勝って昇格できるように僕たちも頑張りますので応援の方よろしくお願いします。